はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、おはようございます。おはようございます。昨日が、全然言えば、福島安心小番組で行きたいと思います。うつむくその背中に光の綱突き刺さり祈る思いで生きていた。どのように刺すのだが歌一つだとしても探して君に渡すよ。何もできないけど、悩みの上に一日ぐらいわけがないさ。俺がいたのが髪をどうか雑誌に打ち明けて、夏また来るさ、そうに願いもないで、今から気分を信じて、月と太陽なら私も月すれと言えば輝くよ。そして、叩いて、そいつが会えるかと。もうすぐ、ささささに、やる時間がかかるから。ご視聴ありがとうございました。